皆さんこんにちは。コメントは元気の源、うぷ主のザンジと、マリサ、霊夢、ヨウムです。よろしく。ということで今回はハロハピバンドストーリーにショーイベント、世界を笑顔に、スマイルパレードガチャをやっていきます。今回の対象キャラはパワフルタイプ、2ショーイベントは毎回ハッピータイプだったけどここに来て属性の法則が崩れたわね。そして今回の一番の狙いはココロちゃんですかね。ミッシェルもカノンさんもすでに星4で持ってるから当たっても使わなそうだな。まあ今回はスターも10連分しかないしさっさと引いちまおうぜ。白鉛筆、期待値皆無ね。これはすでに爆死ルート確定か。黄色鉛筆ならまだしも白鉛筆から星4が出た試しがないですね。星3でも新規のカノンさんぐらいはここで回収しておきたいところだな。これで確定枠もかぶりだったらまたミッシェルシール行きね。星3以上確定チケットももうすぐ10枚貯まるのでまた10連の動画が撮れそうですね。続ければ続けるほどミッシェルシールの溜まりが早くなるものだぜ。その代わりスターの入手手段は反比例して減ってるけどな。次が最後の1枚ね。何このクソ動画。ということで今回の動画はここまでです。最後の2章イベントガチャでしたが結果は全部ミッシェルシールでしたね。これでまた星3以上確定チケットに一歩繋がったな。今回のガチャ飯うまだと思った人はぜひ高評価よろしくね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよかったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。この他にもガルパの動画やフリーゲーム生放送もやっているのでこれからも見てくれたら嬉しいです。皆さんからのたくさんのコメントをお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。